TBS の夏の参加型イベントでは、東京都港区にある赤坂サカスにて、毎年夏に開催されている TBS ホールディングスと TBS テレビが主催する参加型イベントについて扱う。2008年に TBS の敷地内にオープンした再開発事業地区赤坂サカスを会場とした夏休みイベント、夏、サカスとして誕生。在京キー局の夏休みイベントは、 富士テレビのお台場冒険王、日本テレビの GO、潮止ジャンボリーに次いで三つ目。TBS テレビの人気番組と連動したブース、アトラクション、グッズ販売、飲食ブースなどが出展されるほか、特設ステージや特設スタジオが設けられて、TBS テレビ、TBS ラジオの番組の公開性放送や収録が行われる。入場は無料だが、一部有料のブースアトラクションもある。 イベントの期間中はその年に TBS テレビに入社したアナウンサーが宣伝担当としてイベントの魅力などについてテレビやラジオを通して発信を行う。TBS テレビの新人アナウンサーは近年この仕事がアナウンサーとして初めての仕事となっている。2010年より夏サカスに表記を変更。2013年からは夏サカスデリシャカス。 番組グルメでおもてなしというタイトルを使用。2015年からは、デリシャカスに改め、これまで通り番組のブースやアトラクションはもちろん、登場するものの、食をメインとして、様々なグルメメニューを提供するブースが出展のほか、TBS 番組とコラボレーションしたメニューも、登場してきた。2018年は、イベント名を、夏サカスに戻し、TBS 夏、サカスデジタル&、 グルメパークとして開催。デリーシャカス時代のグルメ関連はもちろん、デジタル時代にふさわしく、デジタルコンテンツを多用したアトラクションが多数、登場した。2019年は前年までと大きく、趣向を変え、怪獣酒場インストロングゼロ中ハイガーデンとして、その名の通りウルトラ怪獣が集まる酒場を、サカス内にガーデンとしてオープンする。 そのため前年までのアトラクションなどがなくなり、主にグルメ関連を中心としたイベントとなる。2020年2021年は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で開催されなかった。赤坂ギャラリーサカス、広場ビズタワーエリア TBS 放送センター、南公園ステージ各種イベント、ありがとうございます。